42日目4日目だ Day4、今日はちょっとオアシスなんでこうなったかっていうような話をしたいんですけど、ミニアルなんでミニアルバムかっていう話、まずは単純にずっとやってみたかった、それからサンプリングするとクリアランスにすごい時間がかかるから、今回サンプリング一切なしでやってみようと、で新しいことチャレンジするのにいきなりフルアルバムよりはやっぱミニアルバムでみんなにまとまった形で見せた方がいいかなと思ってこれにしました。で2010年っていうのは、だから2010年の空気を考えた時にこのミニアルバムのこのサイズでここに入ってるサウンド、それがなんかちょうど合ってるんじゃないかなと感じたので、これをパッケージにして出しました。あとミニアルバムにすると値段もちょうど輸入版とかと同じぐらいになってみんなも買いやすいって卓球さんが言ってました。